国鉄保機8300軽貨車は、トウモロコシ及び高量輸送用として1974年に製作された35トン席の私有貨車である。日本国有鉄道、1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席編入されていた。同一の車体構造で製作された、コークスコ専用35トン席ッパ車。 補機9300型についても本項目で解説する。1970年代当時、補機2200型による穀物輸送の需要が根強く、車両不足を解消するためにトウモロコシ及び高量輸送用の私有貨車として製作された。1974年10月25日に日本車両製造で17両が製作された。記号番号表記は、 特殊表記符号を前置し、お保機と表記する。車体は普通構成で、保機2200型と類似するが、積み荷を限定することにより35トン積とし、保機2200型にあった。車熱板は積み荷が食用ではないため省略された。図色は、登場時は黒であったが、1978年に、クリーム4号に変更された。 二役方式も保機2200型と同一で上入れ、下出し式。ホッパ上部に積み込み口が4つあり、見下ろしは自長落下と吸引方式で、ホッパ下部にある、取り出し口から行う。台車は、平軸受け、コイルバネ式の TR41E-13 である。全国農業共同組合連合会が所有し、東北本線二枚橋駅を、 常備駅としていたが、後に、名古屋臨海鉄道地帯駅に変更された。1987年4月の国鉄分割ミニエーカ時には、全車の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では、全車建材であったが、1996年12月に、全車一斉に廃車となり、同時に、形式消滅となった。 日本の貨車で唯一のコークスコセニ容車で1974年から1985年までに5両が日本車両製造にて製作された。記号番号表記は特殊表記符号を前置し、おほきと表記する。各年度による製造会社と両数は次の通りである。車体はホキ8300型と同一であるが、図色は黒である。台車は PR-225 伏木海陸運送が所有し、秘密線伏木駅に常備されていた。1996年3月に廃車され、形式消滅した。ありがとうございます。